田村正賀賞、田村正賀って言いますけど知らなかったでしょ、覚えて帰ってください、それが目的ですからね。音楽家なんですね、ピアノとオカリナっていう楽器、これみんな知ってますよね、あの宗次郎さんが活躍しましたからね、こんなおもちゃみたいな楽器がとても素敵なんですよ。まあそういうわけで、8時45分ぐらいまでやりますからね、覚えておいてください。それではまず、ピアノからやっていきたいと思いますね。田村正賀賞です、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。この静かなうちに、映える曲をいくつかやっていきたいと思いますね。アベマリアってね、いろんな人が書いてますけど、グノーのアベマリア、やってみたいと思います。8時だっていう予定で来てたのに早くから来てくれてありがとうございます。もう一曲ね、ボーナストラックやっときたいと思います。8時からね、またちゃんとご挨拶いたしますからね。静かな時に人選上のアリアやっときたいと思います。Thank you.
8時になりますね。あの、田村正和といいましてね、音楽家なんですけど、20年ほど前にね、ラジオ局の控え室で、モノマネ芸人さんとおしゃべりしておってね、それでその方が言うわけですよ、私の声が似てるから一緒にモノマネしましょうってね。そうなんだ、私そんなこと全く考えてなかった。でそんなに言うわけですから、ちょっとこういう舞台でやってみたんですね。忍者プロですみたいなね。そしたらね、お客さんえらい喜んでくれて、いやモノマネって面白いなね。それでちょっとその気になりましてね、髪型なんか作ったりして、これ大変なんですよこれ。まあ、そういうわけで、やりましたらね、世の中の反応本当にありがたかったですよ。いろんなイベントに呼ばれるようになりました。東京、大阪、九州、鹿児島ね。でテレビにも出るようになってね。でこれから楽しくなるなっていう時、みんな経験してきました。その世の中がコロナになってしまいました、ね、コロナになったら大変です。旅行もできない、ね、イベントなんかもうイベントどころじゃないですよね。私たちもコンサートはできないし、ね、それでね、私は実は網走なんですよ。このホテル近いんですね。網走から東京、大阪、九州に行っておったんですけど、ここのロビーコンサートだけはできたんですよ。まあ経費もかからないしね、車で、7分21秒走ったらここ来ますからと。とても近い、ね、だからロビーコンサートやります。さあお客様が減りましたね、お一人とかね、誰もいない時もありましたよ本当にコロナの間ですからね。まあそういうわけでね、考えましたよ。もうコンサートはできないし、じゃあ YouTube に上げようと、ね、カメラで撮って YouTube。 だからね、今日の目的は田村正和を覚えていただく、覚えていただきゃもう簡単です。あとでね、ある日ある時、田村正和検索してください、出てきますから、ね、そしたら私のこんな舞台が、まあ時々でいいですからね、4年に1回ぐらい応援してください。まあそういうわけでね、ただね、そうやってまあ、YouTube を見ていただくお客様もほんと少しずつ増えてきた。そういうのもあるし、ただね、ここで今お客様もだいぶ戻ってきた、ね、せっかくこうやって居合わせるご縁をいただいて、ね、まあ、ほとんどがもう初めてのお客様です。まあ、中にはね、リピーターの方がいらっしゃるんだけどね、初めてのお客様、せっかくだからね、一応音楽家として生の音をお届けしてね、いろんな旅行に行かれたら、いろんなほら場所の景観とか景色があるじゃないですか、ね、この網走湖層の景色とともに、ね、この、まあ、湖畔の景色とともにね、生の音を、思い出として持って帰ってもらおうと思いましてね。でピアノと、あ、そうそうそう、ピアノが2つもあるでしょ。こんなホテルないですよね。まあ、ここのオーナーもね、自分でクラシックギター、ね、アルハンブラ宮殿の思い出なんだね、そんなもんやるぐらいの人でね、非常に音楽に理解があります、ね、そういうわけでピアノとオカリナ、これはね、もう私たまたま出会った楽器なんだけど、ピアノよりお客様喜んでいただいてるなっていうことで、これがもうメインです、ね、じゃあせっかくピアノあるから、ピアノ1曲弾いて、オカリナのコンサート、生の音をお楽しみください。改めまして田村正和師匠でございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございますさあ、何行こうかな。コロナの間でね、よくそうあったんだけど、その、コロナにどうやって抵抗したらいいかっていうかね、対抗したらいいかって言ったらね、免疫がしっかり働きゃいいんだってね、そういうわけでモーツァルトを聞きましょうモーツァルトを聞いたらね、まあ、もちろん胎教にもいいですし、でそういうこと話がいっぱい出てるんですよね。ビニールハウスで、モーツァルトをかけておったらトマトが元気に育ったりとかね、まあ、信じるか信じないかはお客様次第なんですけども、そういう気持ちで聞いていただければモーツァルトも生きるんじゃないかなって、ね、さて1曲モーツァルトをやっておきたいと思います。ケッヘル311のソナタの2楽章、これとても、綺麗な曲だから聴いてください。
お客様の自律神経も整ってね、明日からはとても元気に健やかにやっていけるでしょう。さてオカリナなんですけども、オカリナ のコンサート、ここのこのホテル このロビーコンサートばっかりずっとやってた関係で、すごくグレードアップしました。何がって言ったらね、普通一人でこうやって演奏する場合はカラオケを使うでしょ。もうカラオケやめました。ピアノ伴奏行きます。ピアノ伴奏、こうやってオカリナを吹くときに手が塞がっちゃうのにどうやってピアノ伴奏するのよ、ね、ピアニストもう一人呼んだらいいんですけどね、まあこういうことになってます。ピアニストです、私です。いいでしょ。 これどういうことかって言ったらね、これ自動演奏機能がついてるんです。これあらかじめ私が伴奏を弾いてあるんですね。そしたら実は鍵盤の動きをコンピューターに記録できて再現できるんですね。自動演奏機能、それを利用してね、やっていきます。さて、ちょっと前半はね宣伝です。宗次郎さんの CD 持ってる人この中でもいっぱいいらっしゃるんですね。だけど田村正和も CD がいっぱい出てますね。その中にオリジナル曲がいっぱいあるんです。というわけでいくつか聴いていただこうと思います。一番ね、まあ代表ってわけじゃないですけど、ベーシックシーンっていうね、シリーズアルバムがあって、私の音楽の原風景ですよね。シンプルな曲が多いです。さあオカリナが、多分映えるんじゃないかなと思います。ベーシックシーンのじゃあまず2番聴いてみてください。安い楽器、ね、それがね本当に多くのお客様がこの音色がいいでしょうね。音色気に入っていただけるんでしょうね。さて何を紹介しようかな。それではね、ベーシックシーンの今度5番おぼろ聴いてください。
ベーシック神の真実から今度は8番聞いてみてください。このオカリナの音色いいでしょ。こんなおもちゃがね、素敵な、楽器です。進化って言ったらね、私もね、いろんなその、まあ、ポピュラーミュージックのいろんな人の、まあ、真似とかいろいろ、まあ、真似っちゃうわけじゃないけどね、カバーとかしたりした時にね、いや、なんか違うな、なんか違うなと思っておったんだけどね、気がついたんですよ、大人になってから。もうほら、だいぶ50過ぎてからですよね、50ぐらいの時かな、私の原風景っていうのは、ばあちゃんが歌ってくれた童謡とか、文部省唱歌とかあったでしょ、ああいうものだったんだなと思ってね、それに気がついたときに、ああそうか、もう複雑なことしなくていいんだと思ってね、安心しました。だからもう本当シンプルな曲がいっぱい並んでおりますけどね、まあそんな感じで、ベーシックシーンっていうのが今アルバム3枚できてるんですよね、それからちょっと抜き出して、やらせてもらったわけですけど、あ、これやってみましょうかね。お休み前の、1曲でいいんじゃないかな。ベーシックシーンの1のアルバムから16番目の曲です。あれ、どこ行ったかな、いいでしょ、こんなオカリナがあるんですね。ベーシックシーン16、
本当こんなお金だったら本当におもちゃですよね。値段もいいですよ、これ3000円ですからね。いいでしょ、こうお客さんもやってみたらいいけど、明日からね、この普通のタイプのアルト C っていう楽器なんだ。これあのお店行ってみてください。7000円ぐらいから売ってますから、高いものでも3万円ぐらいね。こんな楽器ないですよね。ただね、非常に問題なのは音痴です。めちゃくちゃ音痴です。私は調律してるからぴったり使えるんだけどもね。あ、ついでに言ったらもうピアノもいい音してるでしょ。これ毎日調律してるからなんですよね。音をちゃんと合わせてるからね。まあお客様がそのオカリナを買うときはお店の人にしっかり頼んだ方がいいですよね。お店にもほらいくつか楽器が何個か在庫があると思いますからね。その中から音程のしっかりしたやつ、なるべくしっかりしたやつをくださいっつってね、言った方がいいと思いますよ。でそうしないとね、ちょっと後で、辛いことになるかもしれないね。まあちょっと宣伝になりますけど、ここに CD があります。でここに白い箱があります。これ私の使ってるオカリナなんですよ。これね、これはね、私の教室があってね、教室の生徒さんに使ってもらうために、私が用意してるんだけど、これは1万円です。これが何がいいかって言ったら、要は一個一個私が調律して仕上げてます。だから全部 440Hz でピタッと合いますね。まあそんなものも一応ありますから、心当たりの音楽に心当たりのある方はやってみたらいいかもしれないですね。買ってみたらいいかもしれないね。さてちょっとね、これいきましょう。もともとピアノ用に作った曲なんですけど、スイートスタンプ、ちょっとオカリナでやってみようと思って編成し直しました。スイートスタンプ聴いてください。シンプルなものが多くてね。さあ、残った時間がもう20分ぐらいなんで、そろそろお客様の知ってる曲をいろいろなってるね。これオカリナも聴いてほしいんだけど、実はピアノも聴いてほしいんだよね。そういうわけで YouTube を見ていただいてるお客様がだんだん増えてきて、これリクエストいっぱいいただくようになってね、どんどん増えちゃってるね。そうだ、ピアノ伴奏のかっこいいやつやってみようか。いろんなリクエストいただくんですよ。これいいですよ。橋田壽賀子ドラマ渡る世間を鬼ばかり見たことあるでしょ、ね、あの
テーマ曲、これ羽賀健太郎さんが作った曲でね、めちゃくちゃかっこいいですよ。ピアノがかっこいいです、やってみたいと思います、渡る世間は鬼ばかりテーマ曲。よいしょ、どこ行ったかな、はい、石原裕次郎さんが最後に歌った曲になりました。北の旅人だったかな、どこ行ったかな、北の旅人。これ北の旅人はね、まあ、部類はまあ演歌ってことになるんだけど、伴奏がめちゃくちゃかっこいいなと思ってね、私は本当に勉強になりました。やっぱりいろんなリクエストを聞いてね、やってみるもんだなと思いました。オカリナも聴いてほしいけど、ピアノ聴いてほしいです。北の旅人をやってみたいと思います。北の旅人、北の旅、はい、thank you.
のやっぱり弦哲也さんの曲だからね、あのクラシックギターでねパラ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 ってあのめちゃくちゃかっこいいのね、これをなんとか、まあ、ピアノで表してみました。じゃあやっぱり今日はこんな感じでやっていこうかな。あの八代亜紀さんが亡くなった時にね、なんかやってくれって言われてね、雨の慕情でもやってみようかな、ね。これも本当にやっぱり伴奏がいいですね、演歌ってね、いいと思います。雨の慕情行ってみたいと思います。これ人気あります、あのエリチエメさん、これだいぶもう大人しか分からんけどね、エリチエメさん酒場にて、ね、これ人気ありましたよ、やってみたいと思います。Thank you.
ないかな。あのお金がね、あのちょっとまあピンときたお客様にね、お勧めしておきたいと思いますけども、さっきの買う時の注意、それとね、簡単な使い方をご案内しておきます。へえ、そんなに簡単なんだっていう話だからね、早く言えやぐらいの話。いきますよ、ドレミファソラシド、こんな格好です。ね、順番になって覚える必要もない。ね、で音域も広いし、もちろんシャープもフラットも出るし ね、だって本当この7000円ぐらいで買って、これ私の楽器でさえ1万円だけどね、こんなんでこんなに楽しめるんだからね、やってみたらいいよ。もう宗次郎さんのやっぱり功績がすごいですね。多分お客様の地元にね、きっと教室があると思います、ね。すごく流行ってますからね。さあこれ何やっていこうかな。最後の曲になっちゃうけど、よし行くぞ、よし行くぞさん、どこ行ったかな、雪国、雪国、これもいい曲なんですよね。やってみたいと思います。最後の曲です。今日は来てくれてありがとう。あとはね、時々 YouTube で探してね、田村まさかですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。雪国行っておきます。違いましたな。練習しときますからさ、明日もう一回来て。そうはいかんもんね、本当にね。練習して YouTube に上げときますから、どうぞよろしくお願いします。今日は本当に来てくれてありがとう。田村でした。また。